はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はタッチコラボ記念、こちらのガチャを引いていきたいと思います。タッチのキャラクター、みなみちゃんとタツヤですねが、デビューキャラになっておりまして、で、上杉達也は投手ならジャストフィットと勝利の星、これ2種類金徳を手に入れることができます。勝利の星の方が不確定だったかな。で、みなみちゃんは本塁打厳禁とエースの風格、これも2種類手に入れることができます。野手の場合は挑発と勝負師になります。まあ、本イベキャラは最大2つの、超特殊能力のコツが取得可能ですという形になってます。で、まあ、結構だよね、結構大変な、ガチャになってて、まあ、ただバナーキャラのね取れる確率っていうのはかなり高くなってて、30連目がバナーキャラのみ出現で PR 以上1枚確定というところと、まあ、40連目もバナーキャラで、50連目は、タッチの選択権がもらえて、60連目と70連目はバナーの PSR が、1枚確定してます。さらにこれは来週になりますと回数がリセットされるので、2週間同じガチャが来るということになって、まあ、最大140連まで回すとバナー PSR が4枚もらえるという形になってます。うん、まあその分大変だけどねというところになります。じゃあ、もう70連まで引くんですけれども、最初は単ガチャ1回これもありますんで、まあ、引きましょう。じゃあそのタッチキャラっていうか、このバナーキャラしか出ない30連目でどれだけレアリティの高いものが入ってくれるかだよね、みなみちゃん。お、 PR だ、よし。じゃあ、10連目いきます。ここは SR 以上ですね。あ、虹、まあ、ただバナーじゃないからね、キラーンが入ってる。バナーじゃないからね、毎回言うけど。2つ、お、まずこっちは PSR じゃなくてよかった。よかったっていうのもあれだけど、ナイトメールさん持ってない、持ってないけど、キャストオフの方 PSR もうプラ5だからね。一応同上の R が入ってんのとレイリーが使えそうで、マモル君はいずれ来る高敵種のために取っておいて、アーサーも PR が入ってる。 SR と PSR が微妙といったところでした。とじゃあ20連目、ここはバナー SR が確定してます。こういう時にね、虹が来てね、キラーンが入って、さらにバナーの枠だけしか虹玉が入ってないってなると期待はできる。また2枚入ってるね。でもとりあえずみなみちゃん、よし、OK です。で、みなみちゃんの R、 タッチね、読んだは読んだんだけど、結構昔に1回読んだだけだから、ちょっとあんまり。あ、達也も来たな。 OKOKOK、 ここは結構良かったね。内容はもうほとんど覚えてないです。どっちかっていうとね、 H2 の方が覚えてる。 H2 はでもなんか途中までしか読んでないから、最後の方は、まあ、最後と途中まで読んだっていうまあそんな感じです。で、ここ30連目、うわ、入って、何にも入ってなさそう。キラーン、キラーンだったらね、入ってる可能性があるけど入ってない。どれだけ PR が出てくれるか。まずみなみちゃんで、達也は R で、 PR みなみちゃん、よし。 PR が何枚入ってる、下が全部で、みなみちゃんの PR が3枚か。まあいいでしょう。で、やっぱり相棒キャラ、あ、ちなみにみなみちゃんはね、相棒キャラなんで、相棒キャラはね、やっぱ PSR のプラゴになると一気に化けるからね。やっぱイベントのね、経験点が一気に30上がるっていうのはね、でかい、本当に。逆を言うと45だとちょっと火力不足かなっていうところになるんで、ここはみなみちゃん、よし。なんでみなみちゃん出てくれた方が俺的にはやっぱり嬉しいかな。てか矢部がなんで2人いるんだ混じって矢部が2人入ってる。あれって、次が50連目、ここは SR
確定のチケットもらえますっていうやつか。まあ、だからもしかしたら最悪金の大丈夫博士像とかも状況によってはぶっ込むかもしれないですね。よし、 PR のみなみちゃんがなんかちょいちょい出てくれてんのは結構嬉しい。 PR も重要だからね、解放する上では。タッチ選択権で、60連目、ここは PSR どっちか。キラーン、まあ、確定してるからね。1枚タッチャン、とりあえずタッチャンの PSR。 なるべくだったらね、ってか達也 PR 初めてか。集中してほしいんだよね、解放っていう面を考えると。集中してくれた方が高レベル帯に持ってきたい、持ってきやすいんで。で70連目、ここもバナー PSR。 まあ虹が出るのはね確定だから、ワクワク感はそんなにっていうところ。これでタッちゃん一応解放ができる。ただしタッちゃんは PR がちょっと少なめというところ。一応タッちゃん見とく。得意練習はスタミナと球速で、タックは試合経験点ボーナスがついてるね。で精神ボーナスが固有でついて、得意練習率アップが20ついて、初期評価高めで、練習効果アップが45で20で、50になると筋力ボーナスがもともと0だったのが一気に10につく。これあれか、同位と同じテーブルだね多分。で固有が精神とコツ、イベント率アップで、コツが強心臓、街道、脱散、対強打者、一応復活も持ってますと。盗塁するんだ、足速いんだね、というような、感じでした。でとりあえずこれで前半戦が終わって、来週になるとまたこれが1からスタートされてリセットされますので、また引いていこうと思います。この2人は強いみたいなんで、まあたっちゃんもねテーブル見ると強いし、金徳2つ手に入る確率がありますので、まあ来週ちょっときついですけど、またタッチコラボガチャ引いていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。